腕は確かか。ああ、お前もな。はい、どうもニーナです。それではスターウォーズジェダイサバイバー続きをやっていきましょう。現在ね、迎えのメリンと合流してシアのもとを急いでるんですけども、あ、もうゴールっちゃゴールなのか。ゴールっちゃゴールだが、行けるところもあるんだが、そっちで構えてんの。ああ、そうか。ショートカットの位置か。だからゴールじゃないわ、まだ。まだ連絡はない。早く通信を回復させろ。待ってるから。あのスピーダー、好きだったのに。おい。うわ、めっちゃいるじゃん。これはまずくない？それで終わり？このままじゃまずい。先に。ヤツが追いかけつくのは分かっていた。一定の距離を取り、お前を倒すのに助けはいらない。気をつけて、後ろにもいるよ。いや、どっちが正解よ、これ。こっちの壁走ってってなんかあんのかな。ちょっと見てくるか一旦。シアの隠れ家はその方向じゃないわ。ちょっと確認したいことがあって。私はここにいるわね。ちょっと確認したいことがあって。いや、分からんけども。この直角も登るの。はい、確認したいことをいただいておきましょう。ナイススキルポイント。なんか落ちてたりはせんと。なるほどね。この柱あるけど、別に柱にジャンプしていけるとか、そういうそういうトリッキーな話ではないよね。ないないない。はい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 。で、さっきのとこに何か見つけた。ああ、もっといろいろ見回った方がいいぞ。私は銀河中を見てきたのよ。忘れた。ああ、そうだったな。じゃあ先を急ぎましょう。じゃあそこに。大丈夫か。当然よ。後で合流ね。これは上を捕まるパターンだよね。死ぬ死ぬ。さすがに火炎放射中に引き寄せるのは無理なのか。何これ。助かるぞ、ビーディ。古代遺跡。古代遺跡、この場所を建てた古代文明は大昔に終わったが、巡礼者たちは未だに研究のために遺跡を旅している。あ、ジェダイの遺跡でもないんだこれ。危ないって。さすがに向こうにジャンプか。
強いな。あいつら怖がってるぞ。知ってるわ。敵は私を砂漠の幽霊と呼び始めたの。砂漠の幽霊？帝国軍を怯えさせるのが最近の私の趣味なの。砂漠の幽霊。どっちが正解ルートですか？下が正解ルートか？そのようだね。で、上ちょっと見てくるか。まだ上あるよ、これ。シアの基地の人間ならこれの扱い方を知ってるかな。なんかこの下にさ、下にあったなんかポイント欲しいなと思ったりもするんだが、いけるのか。この場所を建てるには何世代もかかったに違いない。だがこれを建てた人々はもういない。旅の途中で多くの文明の残滓に出会ったわ。全ては時期に腐敗するの、カルケスティス。全てなんてない。あなたのその性格好きよ。今の銀河では珍しい。戻るのどうやって戻るんだろうね。なんか真っ赤だし。なるほど。こう行って。こう行って。こうみたいなことではなく、これ上行った方がいいのか下行った方がいいのか、どっちにも行けると。逆に下行ってみるか。下は何ぞ。ガードを上げて。え、虫がいる。焦げ跡？焦げ跡、この傷跡はライトセーバーの跡だ。おそらく古代人はジェダイをこの星に招待することに成功したんだろう。いや、え、それだけ？なんかあるんじゃないのこれ。落ちたら死ぬよな。おっと、さっき見たのこれか。いいね。寄り道も悪くないね。上だよね、こっちは。怖っ待ってるらしいな、俺のことを。戦闘に備えて。
フだな。命を無駄にしてるわ。何かあったか？これは古代戦争。ジェダにはあなたたちを崇拝する人々が住んでいたとシアに聞いた。ちょっと待って、古代戦争、古代フォースの使い手と未知の敵との戦争を描いた壁画、ジェダイに似た姿を持つ者もいる。戦争があった。今ならわかるわ。崇拝する人々で、作業台があって、で見る。オアシスはあそこだ。あと少しよ。これで外に出ていいってこと？外出れるこれ？これどこ行けばいい？これちょっと待って待って待って、これどこですか？さらに上？こっち？こっちか。誰だったかわかるか？わからないわ。でもシアなら、リリー、この人カルに似てないかしら。何の話かね。あなたは登るの好きね。仕事上必要だからな。それが冗談のつもりなら足を滑らせるといいわね。うわあ。口を焦げるわ。俺は下がる。何をしてるんだ。そうだ、君のスキャンが欲しいんだよ。待って、あ、そうか、下に落とさないで。終わったわ。でも敵はもっと来るわね。ジェットパックトルーパーやったぜ。短時間しか飛べないから地上に戻るときのに間合いを詰めて攻撃しよう。なるほどね。よしよし、これで、あれ。これで戻れると。酒場の、酒場の戦闘シミュレーターみたいなやつで、使えるようになったな。こう真ん中、あそこに捕まって、スーって下に降りるパターンでいいのかな？だけどスキルトンはどこだ？何か来るわ。うわぁ、どうかね。ついにお前と勝負するときは来たようだな。死ぬ。強くない？手を貸してくれ、相棒。で、それが全力？挟もう。痛い。いし、いし、ほい。うえーんじゃねえんだよ。降参したら？降参しなさい。降参しなさい。してもくれ。よし。お見事。いや、弱えわ。
ダメだ。俺全く何もしとらん。より脆弱な右側に移動し弱点を攻撃せよ。それが難しいんだよ。左の大きな爪を折ると脆弱になるが非常に危険な戦術である。そうなの？最悪だよあいつ。手を貸してくれないか。しょうがないわね。ありがとう。砂漠で見殺しにしたらシアに怒られるわ。オアシスについた。スタメラを使おう。手なずけられると思うの？試す価値はある。セーブポイントじゃねえのか。オアシスよ、助かった。これで渡り場に到達する力が手に入った。ジェダイよ、見守ってください。巡礼者救われた。3人の巡礼者がオアシスを見つけ死の淵から救われた。彼らはこれをフォースの導きによる慈悲だと考えている。スパメルさんは何を食べるのかしら。何を食べるの、スパメルさん。何食うんだろうねあれね。シアの基地の人間ならこれの扱い方を知ってるかな。そう、これショートカット、ショートカット開けといた方がいいっしょ。あれ、これスパメルさんに乗らないと無理ってこと。スパメルジャンプありますか。ここはいけねえんだ。またヨッシー張りのスパメルジャンプがあると。隠れ家は遠いのか。いいえ、この新しい友達ができたからすぐよ。少し喋る時間ができたわね。ああ、何年も経ってるな。もう銀河を全て見てきたんじゃないか。ええ、もうほとんど見たわ。どうだった。素晴らしかったわ。クラトウの水没都市ペルサヤ断崖、この銀河は苦しんでるけどまだ美しさは残ってる。帝国と戦ったりはしたか。ええ、今は暗黒の時代、できるだけ人助けをしたわ。元気そうでよかった。あなたもね。どこに行ってもいつもあなたのことを思ってたわ。うん、本当はこれ向かいながら聞くとよかったんだろう。落ち着こう。スパメルジャンプ。できる。シアの基地の人間ならこれの扱い方を知ってるから。これを開けたかったのに。フォースは共にある。回復しといて。敵は復活するか、ね、休めば休むほどシアの基地に到達するまで時間がかかるわ。すいません、集中しないと無事にたどり着けないかも。心配しないでカル、私が守るから。もっとゆっくりだ。これさ、さっきのあの砂漠のサソリみたいなやつ押されたりしないの。確実に。
大丈夫なの？道は合ってんだよね、これ。はい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 。怖いんだが、結構風が吹いてきたりしないよね。放棄された攻撃路。あなたは何年も視野を避けてた。どうして今さら？彼女の助けが必要なんだ。ジェダイオーダーと関係してるものを探している。なるほど。去っていった私たちのことをまだ怒ってるの？そうなるとは思わなかったよ、メリン。俺たち全員が別々の道を行くなんてな。わかるわ、カル。でも私たちにも理由があった。おっと、待て。降りれないの？なんか明らかにショートカットっぽいけど、あれか、向こう側からつなぐような場所か。そう、なんでみんなバラバラになったんだろう。すんなり手を貸してくれるのかしら。焦らず行こう。降りて探索とかできないのかな。できないね。スパメルさん、もうちょっと早くお願いできる？行くぞ。別にダッシュしたくないわけじゃないんですよ。なんかあるかなとか思うじゃない。急いで。何何何、うわあ、砂嵐だ。やばい。スパメルスーパーダッシュ。うわあ、あ、AT、ATST。うわあ。早く行くわよ。スパメルが怖がってる。言うことを聞かない。ちょ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 。はぐれました。あそこなんか明かりが見える。こういう時にまっすぐ行くやつはアホなんだろう。風を避けるために建物を縦にしつつ、カル、カル、こっちよ。メリー、今行く。大丈夫か？一応ね。こっちよ、早く。今度は何だ？立ち止まってはダメ。急げ言われてもね。ベスティーだね。うわうわうわ。大丈夫？大丈夫だ。そっちは？ええ、砂嵐をしのげる場所を探しましょう。スパメルはどこに逃げたんだ？自分の用事があったのでしょう。スパメルいなくなっちまったな。こっちよ。帝国軍兵士死んどるけど。
やめろ、応答願ってる時にこっちに撃ってくるな。助け合おうと言おうと思ったら。大丈夫、そっちスキルトンいっぱいいない？ターゲットを確認。どうも。痛めつけてやる。無駄よ、昔みたいね。あ、そっちスキルトンいない？いや、スキルトンどころか ATST がなっつい。夏、痛い、もう忘れちゃったよ。下にいるとボム撃ってくんだよね。痛い。待って、まだあったのか。もうすっかり忘れてんだけど。聞こえた？ああ、まさか。スパメルさんがシェルターを見つけたんだわ。こっち。洞窟か。スパメルに救われたな。後でお礼を言わないとね。そうだな。ありがてえ。ほら、あなたと BD がどんな冒険をしてきたのか教えて。ああ、いつもと同じさ。帝国と戦ってる。転々としながら。それと、特別なものを見つけた。帝国に見つからない場所。でも戦う必要がなくなる。俺には戦いしか。カール、炎を見て。温まるわ。夜のいいお供になるでしょ。でも放っておくと、行く手にあるものすべてを飲み込む。残るのは灰のみ。でも寒い夜は暖かい炎が一番。あなたもいるしね。会いたかったよ。私も自分の目で銀河を見る必要があったの。何を見た？自分よ。出会った場所や人に映っていた。
ダソミアは故郷だけれど、縛られる必要はないわ。なぜ去ったのかわからなかった。でも今は分かった気がする。外したわよ。おはよう。晴れたわね。行きましょう。ジェダ気象学。ジェダの低気温の砂漠は異常気象に見舞われることが多く、その代表的なものが砂嵐である。谷を抜けて山から吹き下ろす風によって巻き上げられる砂漠の緩い砂が研磨剤のように飛び散る。その力は強く、巻き込まれた船のメッキを剥がしてしまうので絶対に避けなければならない。なるほど。もう行っていいのかい。全体像どういうこと。砂漠の嵐から逃れるため洞窟に身を潜める中、彼は帝国との戦いを放棄するのが怖いと打ち明け、そしてメリンはなぜマンティスから去ったのかを問いかけた。メリンは自分の人生の大半をダソミアで過ごしたため、銀河を自分の目で見るためには去るしかなかったことを説明した。スティム？スティムはいくらあってもいい。癒されるね、ここの曲は。ああ、砂嵐をなんとか耐えられたな。ええ、そうね。また会えて嬉しいよ。どのくらいジェダにいるつもりなんだ。わからないわ。でもグリーズに会えるのは嬉しいわ。元気にしてるの？元気だぞ。パイルーンサルーンという酒場を始めた。曾祖母の名前をつけたというの？グリーズにとって家族より大事なものはないからな。合ってるのか。シアンとこもね、結構遠いね。当然のことが、私を置いてモリモリ進むね。メリンは だいぶ来てるけど、あれ、あんなとこにセーブポイントあったっけ。俺行ってなくね。やべ、ノーセーブできちまったかもしれねえ。やあ、友よ。
元気そうで何よりだ。マスターコルドバ、光栄です。まさかお会いできるとは。こちらもだ。いろいろ聞いている。お主は圧倒的に不利な状況で勇気と知恵を十分に示した。よく見つけたな。そこまで言ってない。帝国外遺跡に他の合流地点がいるわ。そうか。だが嵐で痕跡は消えたな。さあお前を中に案内しよう。来てたんだね、コルドバ。マスターコルドバ、ゼホたちは見つかりましたか？未知の領域の奥深くへかすかな痕跡を残すのみだ。それは残念です。その通り。結局その失敗がジェダイの生き残りを探すきっかけに、捜索の過程で昔の弟子に出会った。なんだいここは。視野を待たせてはいけない。なるほど。元気だったか、カル。無理しすぎよ。何度か怪我はしましたが、まだ生きています。私はそれが嬉しい。最近コルサントにジェダイのテロリストが出たとニュースで聞いた。コルサントにいたのですか？他のみんなもボロボロだよ。合流したぞ、マンティス。ちょっと行くとこ多すぎない？行くぞ、カル。カル、疲れてるの？悪い、今行く。でもこういうの気になっちゃうじゃん、ダメ？疲れてるよ、呼ばれされとる。疲れてる評判あれされとるわ。アーカイブはこちらだ。この基地はうまく隠されていますね。ああ、この数年で帝国の存在感は増した。直接戦うには強すぎる相手だ。だができることをする。すごいね。無論研究を秘匿することが肝要だ。具体的にはどんな任務ですか？自分で視野に聞くといい。その間メリンと共に新たな客を迎えよう。それで砂漠はどうだった？寒くて荒れてて帝国軍でいっぱいでした。好きな気候ではないが日々普通になっていく。でイーノ・コルドバ、ゼホの場所を追うたびに失敗したイーノ・コルドバは弟子の元に戻り、できる限り彼女を助けようと決心する。生きてたんだね。どこで嵐を乗り切った？洞窟は古い市場の先よ。スパメルさんが道を教えてくれた。行く先々で新たな友人を見つけるな。きっと生存本能ですね。帝国軍の通信を傍受した。君の噂が広まってるぞ。彼らは恐怖に滲んでましたか？ああ、かなりな。よかった。気分はどうですか？よくなったよ。おいしいお茶をありがとう。私はどこに行けばいいの？あ、これは訓練用のデッキか。なんかストントルーパー立ってるじゃんとかって思っちゃったけど。グリーズはきっとキッチンで何かしてる。後で会おう。視野を探しに行っていいんだよね。リフトが来てないみたいだ。まあ後で探索するとして、感動の再会になるのかどうなのか。ここじゃない。開けて。
ここじゃないの？あ、なんかギミック必要なのか。びっくりした。続けてちょうだい。アミアスが連絡を絶つなんて。カル・ケスティス、ようこそ。きっと来ると思っていたわ。アーカイブの再建を。その通り。この知識がある限り、ジェダイの遺産は残る。すごいな。ええ、でもホロブック以外にも何かある気がする。そうね、あるネットワーク、隠された道というの。帝国に追われる人々に安全と新しい身分を提供している。追われてるって、ジェダイたちがか。少ないけれど。そうよ、フォース観音者、あと協力者も。知らなかった。そうね、でもあなたは帝国のお尋ね者になるのに忙しかったって。帝国は無敵じゃないと銀河に証明したかった。抗えると自由を勝ち取るんだと。でもプロパガンダを聞いて自由なふりをする、うん、カル、辛い道なのよ。何も変えられてない。でも帝国があなたに目をつけている隙にネットワークを構築できた。人々を必ず救いなさい。シアは諦めたと。ごめん。カル、あなたは戦時まだ子供だった。あなたも知っている通り、ジェダイたちはかつて兵器以上のものだった。でもこの戦いでは役割がある。その通りだ、シア。こいつを見てみろや。おい、シア、俺に個性がないなんて言わせないぞ。はっ、でもちょっとキモいな。ええ、会えて嬉しいわ、グリーズ。あら、BD じゃない。分かったから。で、砂漠はどうだった？つけられてはいないけど、スピーダーを壊された。無事な到着の代償としては安いわ。この人は？ボードアクーナだ。こっち。やっと会えて光栄だ。おっと、トラブル野郎だ。おい、これで全員だ。ええ、なぜジェダに来ることになったの？星を探している。タナローというんだ。死の星雲、工房の深淵の向こうだ。アーカイブは完全じゃないけど、マスターコルドバなら大丈夫よ。お任せよ。他にもこの場所を探している連中がいる。そう簡単に行かないか。そいつはダガンゲラ、ジェダイだった。アウターリムでレイダーを率いている。そこのテンプルを乗っ取るつもりだ。帝国軍が手を出せないジェダイテンプルということは、アーカイブにない情報がある。私に心当たりがある。おお、優しいんだな、BD。まず悪いニュースだ。おっと、演説をご存知だ。工房の深淵横断に関する情報は見つからなかった。しかしダガンゲラについては記載があった。工房に隠れ家があり、工房の月にある研究所もよく訪れている。調べてみます。
念入りに頼むぞ。何かあればいいが。では行きます。どうか気をつけて、あなたの探し物が見つかるように。ファースト共に。またね。工房の月だ。隠された道。隠された道は秘密に包まれ、フォース官能者や政治的標的など抵抗によって迫害された人々に安全な通路と新しい身分を提供する。道には様々な隠れ家があり、通信は常に変化する受信行動を持つ者に限られると。マンティスまで護衛するわ。一緒に来ないか。できないわ。メリーはついてこないのか。目的。シアはカルにここ数年戦ってきた努力は無駄ではないと気づかせた。カルは尋問官からフォースセンシティブを守る組織、隠された道について知る。シアとメリンは、タナローがカルとその仲間だけではなく、隠れた道か。隠れた道の難民にも使えないかと思案している。シアジェンダ。忠実なる忍者に囲まれたシアジェンダは、ジェダイアイカーアーカイブの再建を目指している。彼女はカルが必要に抵抗に立ち向かう原因を理解した上で異なる道を選んだ。オーダーの教えを守り通し、隠された道によって次世代のフォース官能者を保護するのだ。うん、なるほどね。再会。シアの隠れ家に到着すると、ジェダイマスターのイーノ・コルドバが一同を出迎え、BD-1 は大いに喜んだ。隠れ家で一同と再会したシアは、ジェダイアーカイブの再建とフォース官能者を帝国から守る組織、通称隠された道の支援を行うという目的について話した。久しぶりに再会したマンティスの仲間たちは、タナローの捜索について説明した。マスター・コルドバが早速行動を起こし、工房深淵を超えるための答えとなる2箇所を示した。ジェダの信仰。ナーキスの忍者からセントラルイソプターまで、ジェダにはフォースを崇拝する様々な集団が存在する。その信仰は大きく異なるが、巡礼者の月をフォースと銀河の両方にとって特別な意味を持つ場所とみなすものがほとんどである。これ当然俺がまた開けなきゃ帰れないんだよね。おい待て、カル。俺がずっと持ってたやつだ。何度かこれで助かった。役立つと思う。メリンだよな。その必要ならもう一つ集めて。結構よ、ボード。お前はいいか。マスターはブラスターが嫌いだった。ジェダイの証は武器じゃない、心よ。俺たち対帝国だ。あらゆる武器を使わなければ勝てない。おにぎりよ。よし、使い方を見せてやる。ブラスタースタンス習得。戦闘でブラスタースタンスを使えるようになりました。ブラスタースタンスは長射低攻撃とブラスター弾のアップグレードが可能です。わお。本物のストームトルーパーは動くわよ。最初はコツをつかむのが難しい。それでいい。やるわね、ジェダイ。さあ、すごい。
スタンス。私はシアの部下じゃない。左にあれなのか。落ち着け。弾切れになったらどうすんのこれ。集中して引き金を引くんだ。ずっとやってられるわけじゃないんだ。彼はストームトルーパーが嫌いなの。みんなそうだろ。ちょっとやべ、セカンダリ射撃みたい。なるほど。これってさ、シングルは必ずつけなきゃいけないってわけじゃないんだ。へえ。すごっ。会えてよかったよ、メリン。カル、幸運を祈るわ。戻った時にまた会えるかも。だと嬉しいよ。マスター・コルドバが本当にここにいるなんて。ずっと彼を追って。やっと会えるなんて。知り合えてよかった。ユーモアのセンスがあるジェダイは珍しいから。ジェダイは俺とシアしか知らないだろ。そうよ。しばらくはここにいるわ。ボードは一緒に来てくれるんだよね。それでまずはどこへ。工房か、月へ行くか。どうしよう。月見に行こうか。最初に研究所を調べよう。そうだな。深淵を渡るのに使えるものが見つかるかもな。シアはすごいものを築き上げたな。そういうと、岩が天然のセンサー妨害素材になってる。それでも足りなかったら、忍者が山ほどのホロブックを投げつければいい。シアが何年も帝国から逃げられたのも分かった気がする。彼女は自分で運を引き寄せてるな。大きな目的のために力のほとんどを抑えてる。なあ、視野の実力はあの程度じゃない。お前もそうだな。準備できたら行くぞ。よし。というわけで次なる目的地がアンロックされたものの、長くなったのでとりあえずここでセーブしますか。これ多分砂漠のセーブポイント一箇所スルーしてきちゃったような気がするけれども、ついにマンティスメンバー全員集結、そしてコルドバもいる、そしてブラスターも撃てると最高っすね。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。